はい、どうもこんにちは、ベルフリです。今日はこちらですね、ランクルのカタログもらってきましたので、アルファード、ベルファイアなんかと比較しつつね、中身をちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、このね、カタログの内容なんですがね、非常に充実してます。しかも専門的なところもね、多々ありますので、私もね、あのランクル乗ったことがないので説明の方は非常に難しいんですけれども、まあそんなわけで主に価格帯ですね、あとはグレード、そして内装に関するとことか、あとはもし私が購入するのであればこの辺かなっていうところをね、あの動画の中でお伝えしてみようかなと思います。ただね、私買うことはできません。やっぱ高いですからね。そしてまあ昨日ちょっとね、ライブの中であったんですけれども、まあ理想としてはまあランクル1台、そしてまあこちらのまあベルファイア1台、そして軽自動車1台、計3台ね、あれば本当いいんじゃないかな、なんていうね、まあ、贅沢の極みなんですけれどもね、まあ、もしそう買えるとすればこの辺かなっていうのをね、ちょっとランクルのカタログを見ながら、いろいろとね、動画の中で語ってみようかなと思います。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、その他収益化している当チャンネルの収益や各種指標を動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。ヤフオクで出品している各種オリジナルグッズのリンクは説明欄に、グッズ関連の再生リストは画面右上にリンクが出ておりますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。まずグレードと価格帯なんですけれども、まあ、こちらがベースとなるグレードでしょうか、 GX 価格の方が510万となってます。一番下のグレードでもね、この金額なんですよね。ちなみにあのアルファードベルファイアなんですが、まあ、ベルファイアはね、あのグレード今絞られてしまって X グレードなくなったんですけれども、アルファードの X グレードは359万からです。まあ、すでにそうですね、150万ぐらいのね、違いがありますね。一番下のグレードでも。まあやっぱ基本的に高い車ということでしょうか。で、内装の方はね、こんな感じで黒です。いいですね、これね、黒で統一されてる感じが。で、こちらご覧ください。サードシートがね、ついてないです。この GX に関しては5人仕様のみということになってますね。ただ、うちもそうなんですけれども、サードシート、いつもね、こんな感じなんですよ。ほとんど下げたことがないので、全然5人仕様でもね、いいんですよね。まあ、うちも最大乗って4人しか乗ったことがないので、この車に。まあ、これ、キャプテンシートになっちゃってますんで、後ろのね、サードシートがないと4人しか乗れないんですけれども、まあ、それはそれで、ありかなとも思いますね。あと、シートの厚み結構ありますんで、まあ、これがなければね、後ろのラゲージスペース相当広くなると思います。そして一つ上のグレードですね、 AX、 こちらが550万です。まあ、プラス40万なんですけれども、まあ、ちょっとね、あのカタログ見る限りは大きな違いとしてはやはりこのシート、5人乗りから7人乗りですね。まあ、その他あの指紋認証や、あとフロントのねフォグランプとか、あと細々したものが、GX ではオプションだったものが AX ではね標準になってます。まあ、そういったところでね、まあ、40万の値段差が出てるのかなというところですね。まあ、基本的にはね一緒に見えます。そしてこちらが中間グレードになると思うんですけれども、 VX ですね。価格の方は630万、まあ、中間グレードで630万です。まあ、先ほどの AX に比べてこちらね550万ですので、約80万プラスですね。まあ、内装に関しては黒でまあ一緒なんですけれども、ところどころにねメッキパーツや、あとウッド調のものがね使われてます。まあ、このドアのところですね、まあ、この辺でしょうか、ここですね、まあ、この辺とかに結構あのメッキパーツとか使われてまして、こちらの方ないんですよね。まあ、印象としては、まあ、こちらの AX がまあベルファイアに例えるとまあ Z グレード、そしてこちらの VX が ZG エディションという、なんかそんな印象をね私は受けますね。まあ、ただこれだけでね80万の価格差もどうかなと思うので、ちょっと後ろの方の主要装備のね、あの一覧をちょっと見てみます。まあ、こちらが一覧表なんですけれども、こちらが GX で AX ですね。この、まあ、中間のやつとここで何が違うのかってとこなんですが、まあ、ここはアルミですね。まあ、それほどね価格には影響しないんじゃないかなと思うんですけれども、あとは、ここですね、コナリングランプがあるかないかですね。あとそしてここ、リアコンビネーションランプが、ちょっとね違いが出てます、ここのところ。そしてこのここですね、一番違いがあるのはこのレーントレーシングアシストが
まあ、VX には標準であって、こちらにはないと。で、AX、GX に関しては何かというと、レーンデパーチャーアラートなんですよね。これ、操舵支援がないタイプだったと思います。そして、ドライバー異常時対応システムというのがないですね。まあ、ここが VX 以上に今ついているという感じになってますね。あとは、シート関係だと思います。まあ、こちらの方を見るとなんですけれども、手動だったのが、まあ、電動になっていると。で、こちらのここですね。分割シートのところなんですけれどもね。ここが先ほど手動が電動に変わったと。そしてあと、ドライビングポジション、ステアリングシート、ドアミラー、などなど、いろいろなものがね、電動化されてるんですけれども、まあ、そこで多分価格の差が出たんですかね。まあ、パワーシートや、あとステアリング、などね、いろいろなものがね、あの、メモリー機能がついて、電動化されてる。まあ、そんなところも加わって、まあ、プラス80万という感じになってますね。そして、人気のグレードとなる ZX なんですけれども、こちら、ディーゼルとガソリン、2種類になります。まずガソリンの方なんですけれども、730万。先ほどの AX よりも、プラス100万ですね。切り力100万アップです。そして、ディーゼル車の方は760万。ガソリン車のプラス30万ですね。そしてシートなんですけれども、ディーゼルの方は5人仕様ですね。なぜね、こうなったのかがね、非常に不思議なんですけれども、ガソリンの方はこの黒の、内装で7人仕様となってます。なぜかね、ディーゼルは5人乗りなんですけれどもね、なぜそうしたかがね、ちょっとわからないですね。まあ、ただこのボディ、まあ、いろんなね、あの、各グレードデザインがあるんですけれども、この ZX の黒、これかっこいいですよね。まあ、買うとしたら、まあ、ちょっとね、手は出ないですけれども、これになりますかね。最後に最上級グレードの GR スポーツなんですけれども、まあ、こちら、やっぱりガソリンとディーゼルに分かれます。で、シートの方も同じようにディーゼル車の方は、今度ね、ディーゼルの方は先ほどね、アイボリータイプの内装だったんですが、黒で、で、5人仕様ですね。そしてガソリンの方は、ちょっとね、奇抜な感じもするんですけれども、悪くないですけどね、赤黒の、こういった配色なんですが、7人仕様です。値段の方は、ガソリンの方が770万。まあ、先ほどよりもプラス40万ですね。そして、ガソリン、あ、ディーゼルの方が800万と同じように40万プラスとなってます。まあ、これだけのね、あの、価格になってくると、先ほどの ZX もそうなんですけれども、いろいろなものがね、標準装備になってます。ちょっと驚いたのが、ムーンルーフですね。こちらの2台は、ZX と GR スポーツの方は、ムーンルーフが標準装備になってます。というわけで、グレードの方5つね、カタログを元にご紹介させていただきましたが、もし私が買うとすればやはりこれですね。ZX のガソリンです。まあ、金額の方730万ってことですが、まあ、オプション、まあ、仮につけるとすればプレミアムサウンドですかね、45万ぐらいでしたので、それをつけて、あとはね、サイドバイダーとかもつけませんし、まあ、フロアマット多分自分で買ってきますね。おそらくメーカーオプションとか、あの、ディーラーオプションですと高いので、あの、自分で買ってくると思います。あと、ムーンルーフもついてますし、あと、パワーバックドアも確か標準だったと思うので、いろいろなものがね、標準でついてますので、まあ、つけるとしたら、そのプレミアムサウンドプラス、あとはドラレコですかね。これは、あの、カーショップ行ってつけちゃうかもしれませんので、まあ、その辺、プラス50万としますか。あとは、諸経費30万ぐらい。ということで、プラス80万ですので、まあ、810万円ですかね。まあ、値引きが、まあ、20から30万ぐらいっていうところで、まあ、なんだかんだ他にもね、細かなものをつけたとして、結局、まあ、800万ちょっと切るぐらいになっちゃいますかね、価格としてはね。まあ、非常に高い買い物になりますね。金額面ももちろんありますし、あと道路事情ですね。群馬、関東の、まあ、住宅地のね、道路事情などもありますので、私がね、ランクルを購入して転がすことはほとんどね、まあ、可能性としては低いと思います。まあ、ただ地元北海道、釧路であれば、まあ、雪も降りますし、路面凍結しますからね、こういった四駆はね、十分ありだと思うんですけれども、あと北海道道が広いですしね、非常に広々としているので、まあ、ランクルでも問題ないかなと。ただ群馬にいて、まあ、ランクル所有、そしてミニバン、こういったね、ベルファイア所有、そして軽自動車所有、確かにね、贅沢の極みなんですけれども、仮に私が動画内でそんな様子をね、ご紹介してるようであれば、こいつ、宝くじにでも当たったなと思ってください。またはね、よほど動画がバズった時ですよ。それぐらいしかありえませんね。
まあ、そんなわけで、うちはまあいいなとは思うんですけれども、しばらくミニバン1台所有プラス軽自動車という体制で行くと思います。というわけで今回は新型のランドクルーザーと私が乗っているベルファイアをね、ちょっと比較しつつ動画の方でお伝えさせていただきました。今後もこのような形で、まあ、ちょい比較みたいなね、動画どんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエスト、ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。